お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこち学童も。お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこち学童も。ディディッディッディッディディッドーン。はい、皆さんこんばんは。はい、今日もこんばんは。皆さんありがとうございます。テレフォンショッピング的インスタライブへようこそ。皆さんありがとうございます。ね、今日ね、裏番組でね、今日もやってる金曜ロードショー美女と野獣、やってますよ。皆さん美女と野獣ね、見てもいいんですよ。全然美女と野獣見てもいいし、こっちのね、もうおっさんとおっさん見てもいいし、どっちでも皆さんのね、好きなようにしてほしいなと思いますけども、昨日のね、玉田刑事ですよね。もうなんか最後の言葉もね、アイデア溢れてて、やっぱり家族と一緒に過ごせることはもうすごい幸せだっていうことね、言ってました。健介すごいね、いつも来るね健介、長井健介不当のね、ありがとうございますね。玉田ですよ、玉田くん、もう本当に素敵ね。でね、今日インスタまたさっきよ、1時間ぐらい前かな、餃子をね、作って、世の男性見ろと、餃子作ってるのかっていうのをすごいアピールしてましたけどもね。もうそういうのもね、もうさらっとね、素敵なのよ。なんか良かったよね昨日ね。わあ、じゃあ田中純也も来た。おー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 、頭剃ったのも一昨日ぐらいだけどな。そしてね、まさかですよ、あの玉田刑事がこの男をね紹介してくるとは僕はね、思わなかったよね。やっぱなんかいろんな、知り合い多いから、まさかここだなっていう感じだったんですけどもね。なんかまあ、昨日話聞いたら、やっぱり玉田は、やっぱりガツガツ来る後輩。まあ、ヤンキーみたいなね、人がね、どうやら好きみたいですけどもね。今日のゲストしかり、橋本浩二しかり、あとは松田力ね、もそうですけども。まあそういうタイプなんでしょうね。もう今日のゲストももう俺としてはもう超やんちゃ坊主としかね、まあなんか思えないんだけどね。けど玉田刑事、あの玉田刑事がね、しっかり紹介してくれるぐらいだから、きっと何かね、あんまり表に出る男じゃないんだけど、こういうの。何か持ってると思って、皆さんちょっと期待しましょう。前振り長いよってね、そう怒られちゃったよ。前振りしなきゃダメなんだやっぱオープニング。さあ、見てくれてるかな？昨日なんかインスタで嫌だとか言ったからな。これ。あ、自分から、わからずに、テストしてくれて待ってるわ。あ、呼んだからちょっと待ってね。結構なんかけど、みんな人気あるんだよね、きっとね。ちょっと。おい、もう寝ますよ。もう寝ます。ね、寝ちゃダメなのよ。もっとキリッとしてスタンバイしとかんかい。ああ。すいません。誰がヤンキーや。いいな。すぐ来てくれる、こうやって。ガクさん、もう10時よ。もう夜10時。もう10時、寝る時間。いや、だってこっからだ、こっからでしょ、こっから国の時間はこっからでしょ。夜長いからね。そういうのね、そういうのじゃ。はい、ちょっと紹介するね、紹介するよ。玉田刑事からの紹介は、まさかのこの男、ベガルト仙台セクグイ、噛んじゃった。いや、帰ります、もう帰ります。ごめん関口国光選手です。よろしくお願いします。お願いします。ほら、だって清武もこれ見てくれてて、え、国ってほらコメントくれてるもん。嘘でしょ。なんで立ったの。じゃなんか紐が。じゃ。それさ、先にスタンバイしてさ。いや、ほら。いや、忙しいんだよね、ちょっと。何が忙しいんだよ。何ほら、清も、え、くにってほら、仲良しなの、清とも。清言ってた、コメントで言ってた。あー、まあ、後輩だからね、清もね。出たよ。
出た後輩そういう感じだよね。なんかお前は後輩だろ、俺は先輩、お前も後輩だよな、いやいや俺は先輩、いやいやそんな違うよ、みんな仲間だろ、みんな仲間あみんな、ほらほら、玉田刑事も来たよ、やってるってやっと来た。俺玉さんね、ほんとね、もう俺絶対やらないって言ってたんだけど、なんかもう強引結構強引いやいやいや、それはだってさ、じゃあ国だってね、昨日インスタライブ刑事は、はいはい、もうね、もうものすげえやっぱイメージよくね、うん、みんな多分やっぱり玉田刑事だなって思ってすごい幸せな気分になって、うん、終わったわけよ。あ、そうなんですか。それでね、最後にじゃあ紹介誰ですかって言ったら、うん、関口国光って言ったから、みんな多分え、それが出てくんのってちょっと思ったと思ったんだよね。いや多分なんですけど、うん、タマさん友達いないわお前ほんと怒られるぞ。え、あ、怒られる、危ないかな、怒られるよ、そうだ友達いない、玉田健二友達いない、いないんじゃないかなと思うんだけど言われてんぞ、ケイジ後輩にいじられてるぞあ、だけどセレッソサポは意外じゃないって、仲良かったの誰ですか、タマさんですか。うん、セレッソサポは意外じゃないよって今セレッソのサポーターから。いや、タマさんとはもう結構いましたね、ずっと。あ、そうなんだ。はい、あ、まあまあそうか、けどあとは雄三か、あ、バラスそうですね、一緒にいたことバラスだってあ、友達がいないことか、友達いない友達いないのバラされてんぞ、ケイジ。いやいやいや、けどありがとうね、やっぱり玉田の一言は強烈だよね、もう出ろって言われたら出るしかないでしょ、そこは。だってなんか結構厳しめのコメント来てましたもんね、なんかほぼ強制的な、なんか、うんね、うんうん、いいから黙ってやれみたいな感じで、ね、そうなんかちょっと事務所に確認しますみたいなこと言ったら、もう事務所なんかいい、黙ってやれって言ってたもんないやいや、やっぱありがたいし、タマがその紹介してくるぐらいだからきっといいんだ、俺の持ってる印象とは違うんだろうね、きっと本当は。いや、なんですか、そのなんかちょっとガクさんのイメージがあんま良くないみたいな。え、だって俺は一回ね、セレッソの時食事行かせてもらったけど、うんうん、行きましたね、行きましたね、やっぱりオラついてたし、うん、いや、オラついてないよオラついてたし、あの時大阪で食事したんだけど、うんうん、途中でやっぱり気づかれてさ、サポーターの方に、うんうん、で、あー、国さんみたいになってたけど、だいぶ適当にあしらってたからさあしらってない、えもうほういつもああーっつって握手これ、それいやいやいや、そういうイメージだったから。けどやっぱりタマが可愛がってるってことは、まあまあもう可愛いんだろうな、きっと可愛いところがあるんだろうなっていうのは思うんだけど。そうなんですかね。最初、うん、情報入ってるからそっちから行く、やっぱり国情報が入ってんだよ。何ですか。田中裕介から、うん、裕介、はいはい、国情報が入ってまして、はい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 、あ、ちょっと待って、まず玉田刑事がね、ちょっと聞いてほしいことが、はいはい、あると、なんかメッセージ、はい、刑事からのメッセージで、はい、やっぱ優しいよね、後輩にこうやってメッセージくれるあたり、うんうん、玉田刑事からのメッセージです、うん、この前野生のクマを見つけたみたいだから聞いてあげてって何、うん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 、何これ、何なのこれ。じゃあ野生のクマ、じゃあクマ出て、どこでクマが出て、うん、クマが出た、いや、仙台で警察が回ってたの、うん、そうそうそう、え、それ見たの。見たで、写真撮ってタマさんに送ったん、うん、いや、クマ出たって。うん。そしたら、それはた、うん、うん。そしたら、タマさんが、うん、いや、それは、大クマなのか、小クマなのかっていうので、話になり、
いや、多分あれは子熊だと思いますと。ねえ。はい。何の話してんだよ。いやいやいや、熊の話でしょ、だって。本当に出たの、野生の熊。え、怖かったの?いや、だからもう怖いっていうか、まあ普通にいて、警察とかいて、みたいな感じ。近寄らないでください、みたいな。その野獣馬の一人だったわけね。そう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 。どういうことだよ。今これだからほらやっぱりねサポーターの皆さんこれ知ってるねこれ。大熊の方はやばいと。じゃあね。なんか大きい熊ってことだよ。大きい熊なのって。なんかあったんですか。大熊。ん？大熊ってなんかあったんですか。わかんないです。まあまあ、あの、おいおい聞いていこうかな、この、おいおいね。でね、あの、田中裕介からは、はい。あの、後輩に、いじられるのは好きだけど、舐められるのだけは許さないと。その線引きは何、はいはい、その線引き何なの。いや、でも全然ですよ。だって、裕介も結構あいつ、タメ口聞いてきますし。うん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 。それはいいの？うん。なんかもうほっといてる。え、けどその、なんかさ、舐められ、その、いじられるのと舐められるの違いは何なんですか？いや、でもわかんない。え、俺、そんな線引きしてないけどね、そこまで。そんなあれは。うん。けど、確かにこれ聞いたときに、だって、うん、あの、あ、くすがみじゅんぺいも、かわいいなぁ、国光って。いやいや。まあ、リフティングしとけよ、お前。この口の悪さや、この口の悪さ。いいね、いいね、いいね。そう、だから、国と飯食った時、あの時、田代雄三と、うんうん、あと、北野がいたじゃん。うん。あの時の、だから、もう、その、国のね、あの、北野へのいじり方よ。あれは、あれはもう、もはやね、いじりじゃなくて、あれは舐めてたね。完全に舐めてた。いや、だって、うん、なんか、もう、ガクさんとか、ユウゾウさんとか、うん。なんか、結構俺になんか、いけいけみたいな、これやるじゃないですか、もう。やるじゃないですか、なんかもう、もう一歩踏み込めみたいな。踏み込めみたいな。まあ、だけどさ、来たのにね、踏み込むのってなかなか勇気いると思うよ、俺。でも、北野さんとは俺も、浦和の時からずっと、知ってたから、仲良かったとか、まあ、一緒にご飯行ったりしてたんで。うん、あの、ゴールキーパーの方です、はい、皆さん。はい、はい。はい、はい。うん。あ、だからでも、行けたんだ、全然。うん。あ、ほら、あの、後輩の浜崎拓馬。浜崎拓馬から、国さんのいじりはすごいって来てますよ。いや、こいつはあれですよ。え？ガクさんのこと結構もう、神だと思ってるから、俺は言いましたよ。やめとけって。なんでだよ。なんでだよ。やめとけってすぐ言っときましたよ。すぐ言ったの、やめとけって。もうすぐ言った。だって浜崎拓磨が J リーガーになるというのは本当に俺のおかげだから。いや、もうそれは感謝してました。で、もう本当に神扱いしてたから、うん、やめとけって言って。なんでだよ。なんで膝壊すからやめとけって。やめとけ、マジで。それ。膝神様の方だ、それ。膝神様の方。ほら、まあ、もういじりに来ちゃってんじゃねえか、お前、俺を。すいません。つい、つい。思ってねえだろ、そんなこと。そしてね、可愛いとこもあると、あの、やめときたわ、たくまやめるな。お前は俺のこと神だと思っとけ。でね、もう一つ意外だなと思ったのが、その、うん、トレーナーの白井さんっていうすんごい静かな方がねセレッソにいたと。あ、白井さん。うんうん。で、すごい静かなのにもうその人にガンガン喋り行くと、うんうんうん、なんかもう誰これ構わず行くのが関口だっていう話なんだけど、それ誰から。これ田中裕介。あ、裕介言ってた。うん、言ってたよ。うん。違うの。いや、白井さんは結構言ってましたね。だから俺の、なんか、え、うん、白井さんでも俺の体マッサージしてくれる、なんかもう担当の人だったんですよ。うん、
なんか体マッサージしてくれる担当の人っていうとちょっとなんかまた変な聞こえ方するんだけど、ね、だからやっぱコミュニケーション大事じゃないですか、やっぱ。だからここはもう静かだけど、ちょっとやっぱ心の扉をちょっと開かして、うん、もっとぐいぐいね、行って。コミュニケーション取れれば、筋肉のほぐれも変わってくるかなっていう、やっぱ。おー、なるほど。心の扉が開いて、うん、関係が開けば、もっと筋肉もほぐれてくるんだろうと。お前、いいよ、名言出たよ、うん、名言出た。いい出たでしょ出たでしょ、うん、面白い。いや、けど、今のまんざら、間違ってないよね。うん、ですよね。うん、確かに人の心開けば開くほど、きっと、トレーラーさんだったら筋肉のほぐしも良くなるし、ね、関係性もほぐれる。こっちもさ、もっとよりリラックスして、こうなるじゃないですか。うん、けど、いや、俺が知ってる国、リラックスしてなかったことないよ。確かに。何の話だよ、これ。いや、結構、基本的にガンガン行くんだ。喋るんだ。喋りますね。いや、そうだよな。けど、じゃなきゃ、昨日、玉田圭司言ってたんだけど、うん。やっぱ、ぐいぐい来てくれる後輩が可愛いって言ってたもん。ああ、でも、タマさんの場合は、うん、あれじゃないですか。ぐいぐい行かないと近寄りがたいとかあるじゃないですか、ちょっと。まあ、それ、あれぐらいのレベルの選手だからね。でしょ。行けば、すごい、うん、なんか、よくしてくれるんだけど、うん、でも、うん、そこの一歩手前でみんな止まっちゃうじゃないですか。ああ、いや、俺はちょっと、その、現状知らないけど、若手はあんまり来てくれないとは言ってた。うん。だって怖いもん。え？怖い？怖いもん、タマさん。怖いじゃん。いや、いや、もうオーラ出てるじゃん。なんかちょっと近寄りがたい感じあるじゃん。え、本当？うん。いや、でも知らない人とは絶対近寄りがたいでしょ。でも、そこ一歩踏み込めば、やっぱ、うん、タマさんは、うん、いや、いい人だから、うん、すごい面倒見てくれるし。すごい面倒見てくれる。言い方悪いな。おうおう、すごい、もう、だからタマさん、いや、もう、俺は、すごい、あれしてもらいましたよ。よくしてもらいましたよ。だから、財布ってこと？タマさんは国の財布ってこと？いやいや、あ、そう、確かにねって、バカ野郎。バカ野郎。タマさん、会計でーすじゃねえ。いや、だってさ、俺、そんなん、玉田圭司よりも国の方がよっぽど俺、近寄りがたいよ。それ、イメージじゃないですか、もう。だから今イメージの話してるから。じゃあ俺のイメージ、じゃあタマさんの場合イメージっていうか、もうこう前にパッとなった状況でもちょっと違うオーラ出てるじゃないですか。もうなんか後輩が話しかけにくいような。え、そうなの？うん。だってタマさんふざけないでしょ。タマさんピコ太郎やんないでしょ、だって絶対。いや、わかる。もしかしたらお前これ聞いててタマさんやっぱり負けず嫌いなとこあるから。いや。え、明日とか上がってる？やるかもよ、ここはやるかもよ。何笑ってんねん、お前。笑ってこうや、だってこれやろ。やばいっすよ、なんか。どっかのお姉ちゃんみたいになってますよ、ゲイマンも。やらしたんじゃねえかよ、だって。なんだよ、これ。すいません。なんだよ、この顔。すいません。お前。じゃあ明日、きっとインスタで。玉太郎とかやってくれるんじゃない？それやってますね。やってますね、多分。いや、やってると思う。はい、それはみんな見たいよ。やらねえよ。やらねえよ。怒られ、絶対国にお前怒られるわ、これ。な、みんな。そうですね。めちゃくちゃ謝ってんじゃん。でね、さらに情報としてはね、いつからつけてるかわかんないミサンガみたいなのを足に巻いて汚いと。違う、これ1年に1回変わってるから。え、そうだよ。そうだよ、しかも、うん、プロ1年目からずっとつけてるやつだから、うん、1年経つと変えてるんですよ。だから、うん、もう今17本目。え、それ2、3がなんかつけてる人、このご時世誰もいないと思うよ、サッカー選手。いや、
兄貴が、その俺が高卒で入る時からずっとなんか買ってきてくれて、うん、で、それをずっと俺は一年一年もらうから、うん、ずっとつけて。あ、その、兄貴の思いが詰まってんだ。で、年末外すっていうか、まあ大体切れるんですよ。年末のぐらいになると試合とかで、なんかファールもらった時とかに、うん、うん。倒れた時にブチって切れたりとか、おーおーおー。で、そのままシーズン終わって、また新しいシーズンの時につけるっていう。じゃあ、兄貴からのある意味、その、なんだろう、お守りじゃないけど。まあ、そうですね。頑張れみたいな感じじゃないですか。うわ、そんな一面持ってんの僕に。いや、見えない。高さが足りんから。下手くそ。カメラの使い方下手くそだな。そうね。そうなんだ。いや、そんなもんマジでもらってもさ、サポーターからもらってもさ、そのまま捨てそうじゃん、国のイメージ。誰が汚ねえだ、バカ野郎。今日調子いいね。今日調子いいね。それ、お酒じゃないよね。飲んでるのお酒じゃないよね。一杯やってました、バカ野郎。いや、いいなぁ。いや、ただね、俺ね、一つこれ、俺、田中裕介から聞いて、はい、びっくりしたことがあって、なんか、結婚してるって聞いて。いや、もうしてますよ。俺に一言も言ってないでしょ、そんなこと。いや、もうガキさんの俺、電話番号知らないんですけど。お前、言うなよ、ここで。え散々苦に言って仲いい程度やってんだから、なんでお前そういうこと言うんだ急に。ああ、すいません、知ってるよ、知ってる。ああ いやでも、ね、けど、あ、これだけ言わせて、これだけ言わせて、に俺 LINE 知ってんのに、お前の、うんうんうん、昨日お前俺の LINE 知らねえって言ったべ、はい、いや、ふざけてですよ、あれは。つけ入ってましたね。いや、入ってましたね。入ってましたよ。俺、追加してないっすね。タマさんがやったやつに入ってましたよ、ちゃんと。入ってた。最初から入ってました。あれ、ネタで言ったのじゃあ、ネタで言ったんだね。そうっす。ああ、よかった。いや、ガクさんがどんなおもろい反応してくるのかなと思ったけど、なんか全然面白くなかったから、そのまま。やめて。え普段あんま面白くないって、ちょっと。すいません、言っちゃいました。おい、玉田、こんなやつなんで呼んだんだよ。つら、マジ。結婚してたんだね。そうっすよ、もう今いつ。え、結構前っすよ、もう6年7年目かな、6年経つかな、7年目かな、まあ、そのさ、結婚してる感じ一切出さないじゃん。あ、まあね。生涯独身だと思ってるから、やっぱり。いや、結婚してますよ。してます。安心してください。なんだよ、それ腹立つな、はい、こいつ。今日面白いな、調子いいな、こいつ。やばいわ。いや、そう。なんか、国が選ぶ女性ってどんなタイプなの？いや、もうやっぱしっかりしてる人っすね。まあ、じゃなきゃおかしなことになるわな、絶対。いや、誰が俺がおかしいだ。いや、そう言ったんです。誰がおかしいだ。いや、でもほんとしっかりしてる人。なんだ、しっかりして、まあ、料理もできてとか。あれ？うん。いいよ。料理もできてとか、もう、何、普通の生活、うん、もう、まあ、例えば掃除とか、もう何でもちゃんとやれる人。うん。なるほど。あ、やっぱそうじゃなきゃダメですよね。いや、うん、俺はダメっすね。だったらちょっとこれ言い方悪いかもしれないけど、その別にこれがどうとかこうとかじゃなくて、シンプルにもうギャルをとにかく選びそうな雰囲気じゃん。いや。イケイケのギャルを選びそうな雰囲気持ってるじゃん。なんか渋谷とか歩いてる子っすか？そんなタイプの子が好きそうだから、いや、意外だった、このしっかりしてる子を選ぶっていうところが。そうっすよ、やっぱ。え、そこだったの？
最初そのいいなと思ったのは。うん、いや結婚するってなったらやっぱそこじゃないですか。そこがなきゃ、うん、もう、うん、ダメじゃないですか。へえ、いやそこは分かってんだ意外と。うん、え、ガクちゃん結婚してましたっけ？いいえ。え、してないですか？はい。あ、相手はどうなんですか？はい？どういうこと？相手は結婚するような人いないですか？どんな人がいいとか。まあ、やっぱりその、なんだろうな。やっぱりちょっと、どうしようかなっていう感じかな。いやいやいや、めちゃくちゃいるけど。めちゃくちゃ指出てたけど。違うのよ。あのね、教えてほしい。相手サボテンだって、相手サボテン。言うぞな。誰がこいつと結婚すんだ、俺、お前。ててててーん、言うんか。は？ちょガクさん、ちょっと眩しいっす。いや、お前。滑らすな、お前、辛いぞ。すいません。いや、すいません。あの、だから、教えてほしい。あ、ユエスケ田中も来てるよ。お前、ね、寝るんじゃないのか。こいつ、最低っすね。もう最低。ガクトは永遠の独身って。そりゃ、うん、まあまあ。あの、やっぱり、富田大輔さんとか、やっぱ小林輝さんが、やっぱりまだね結婚してない以上俺はやっぱいけないわけですよ。やっぱり、あ、待ってんすね。先に言ってくれるの待ってんすよね。そうでも先に言ってくれないと、うん、もう俺やっぱりそれはもう申し訳ないもん。そこはやっぱ俺しっかりしてるよ。先輩思いだよ。先輩思いだよ。もうこんなくだらねえことで30分ぐらい経っちゃったじゃないか。もういやでもやっぱ時間経つの早いですね。やっぱ面白い会話してるから。いやいや、あのさ、散々昨日マジで嫌がってた割に、うん、その、うん、しっかりさコンディション合わせて面白い話やってもらっていいですか。え、すいません。いや久しぶりに久しぶりに喋ったんでちょっと元気出ました。確かにな。、はい、あの久しぶりだもんね、本当に冷めるのね。久しぶり、はい。あ、ほら、ゆうすけ、さすが夜更かししただけある。今日は神回、やかましいよ。あいつ、だ、ほんとあいつひどいな。けどこれ10時には、僕10時には寝ますって言ってたの。そう、うん、だってゆうすけ、なんか、うん、あれって言ってましたもん。これ絶対出ないって言ってましたよ。このガクさんとの対談。それはあれでしょ、あの10時からだからでしょ。うん、だからやけどするからじゃないですか。ガクさんと絡むとやけどするから。やめろよ、なんか俺が大滑りさすみたいな感じ。お前、はい、すいません。けどそれはいろいろ、それ あるよ言いたいことけど、そりゃさ、こういうねオープンになってる場だから、俺もちゃんと選ぶよ、そのやっぱり話題は、はい、だから俺聞きたい国には、はい、大隈さんと何かあったんですか。いやいや、ないよ。全然ないよ。ここ行くと急にスッて冷めるんだよな。いや、ないもん。あ、ない？だって俺、あ、そう。そうだよ。だって俺、セレスト行ったの撮ってもらった、あれですからね。大隈さんが GM で撮ってくれた。あ、そうなの？あれで話したんですか。はい。あ、なるほどね。サッカーの話よ、サッカーの話。そうだね、もう。いやもうほんと、こんなくだらない話しすぎましたよ、30分も。ちょっと。ほんとに。急にさ、お前、こういうちょっと自分が、あの、なんか言葉選ばないと言えないような話になった時に弱いよな。何が？もう、30分経っちゃったよ。もう寝ちゃうよ、寝ちゃう。寝るな。いやいや、だけどさ、その、ほんとに、ベガルタ仙台というチームからはマジで愛されてるよな、これ、不思議と。なんすか、それ。なんか、ベガルタだけ愛されてるみたいな。え？だって、いや、だって、多分、おそらくだけど、浦和レッズではそんなに愛されてなかったでしょう。まあ、そうですね。
結構しんどいシーズンだって、浦和レッズに移籍して、まずさ、その仙台から浦和レッズに移籍したのはなんでなの、うん、なんで、うん、まあでもやっぱタイトル取りたかったですよね。なるほどな、やっぱり、うん、より上のチームでタイトル取れるチームで。うん。いや、年俸いくら上がったの、あの時。いや、全然ですよ。もう俺、ユニセフに全部寄付してるんだよ。お前、そういうのは絶対だね、お前。お前すいません。よう出るな、こういう言葉よう出るな、お前は、本当に。そう。え、な、けど、その、やっぱりタイトルが取りたかったんだ、そこは。はい。いや、本当取りたかったっすね。だって、やっぱ。あ、違う、それ、ここで振りするんか。だってさ、やっぱり、愛されてるの分かるじゃん、仙台で。うん。で、やっぱり出てくっていうのは、よっぽど国の中でもいろんな覚悟がいるわけじゃん、それって。まあでも、仙台ではもうやることはやってきたし、うんうん、J2 も優勝したし、うんうんうん、で、まあ、昇格して、うん、で、まあ、ある程度 J1 で、なんですかね、なんですか、降格しないでキープっていうか、うん、そういう土台的な部分も作れたし、うんうん、最終的には2位まで行ったんで、リーグ戦。うんうんうん、で、やっぱその先にやっぱタイトル欲しいと思ったら、うん、その可能性があると思ったところ、ね、やっぱ選手である以上は。ああ、やっぱり そこサッカー選手だな。散々ふざけても、やっぱりそういう思いはあるもんな。うん、やっぱもう、あれじゃないですか、人生のなんですかね、このもう、選択、迫られる選択みたいなのあるじゃないですか、この、うんうん、残るのか、行くのか、みたいな、うんうん。で、その中で、まあ、どっちが良かった、どっちが悪かったっていうのは、俺はあんま思いたくないんで、うん、行った中で、いろいろな発見もあったし、うん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 。で、まあ、試合に出られなかったけど、それはそれでまあ、自分の中ではいろんな経験もして、うん、いろんなサッカーも学べたから、うんうんうん、だから俺的には全然レッズに行って試合にそこまでね、うん、フルシーズンで戦ったかって言ったら戦ってもないけど、うんうんうん、まあ良かったかなと思ってますけどね。うん、いや、そのさ、やっぱりある程度の自信を持ってさ、レッズに行ってるじゃん、実際。うん、オファーも来たわけだから、うん、その中でさ、その出れなかった理由とかってなんか あんの、自分の中で。どうなんですかね。まあでもやっぱ出られなかったっていうのは、やっぱ監督の要求に応えられなかったっていうのが一番じゃないですか。まあそこが全てだと思いますけどね。ああ、なるほどな、うん、で、まあやっぱりそれは選手として出たいから、試合に、うん、テレストからは、オファー、レッツが首というか、レッツ満了で行って、うん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 。で、テレストからオファー。うん。おー、なるほど。そこは、他のチームはなかったの？オファー。いや、先に声を上げてくれて、もうそのまま決まったって感じですね。ああ、そしたらその時の GM が大隈さんだったわけね。うん、おー、なるほど、なるほど。で、俺のイメージも結構ね、ベガルタのイメージもあるんだけど、結構セレッソのイメージも強いのよ。なんか、そのセレッソは結構楽しかったんじゃない、サッカー。いや、楽しかったですよ。なんかすごいそれは俺感じた。タマさん。うん。うん。うん。タマさんとか、うん、俺が行った時には結構、まあ、雄三さんにしてもそうだし、うんうんうん、橋さんとかもそうだし、うんうん、まあ、結構上の経験ある人たちも来て、うん、まあ、そこでもまたいろんな経験を俺もさせてもらったし、うん、まあ、選手もね、セレッソのユースから上がってきた選手たちもね、非常にレベルの高い、お、選手たち揃ってたんで。まあ、そうだよね。だからキヨとかもだから一緒にやってるでしょ。キヨは J1 ですね。ああ、そうか。だから上がった時、うん、だからセレッソである意味もう一回その
なんだろう、まあ言い方これ正しいかどうかわかんないけど、魂を取り戻したみたいな感じはあったよね、セレストで。うん、まあ楽しくやれましたね、楽しく、うん、でまあ試合も、うん、コンサートもずっと出てたんで、うん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 、まあ自分の中ではなんかイメージ的には国のサッカーってセレッソは俺合うなと、うん、なんとなくイメージ的にセレッソの選手って そんなにそのでっかくなくてもアタッカーとして成功してる選手っぽいじゃん、うん、だからそういう意味ではセレッソ色は国の色なのかなとは思ってたけどね、実際。まあセレッソは本当攻撃、まあ2点取られても3点取ればいいっていう、うん、まあ、スタンスでまあずっとやってきたし、それがまあユンさん来て、そしてそこから変化が生まれてっていうので、まあね、タイトルまでは行きましたけど、まあ、基本的にはやっぱりずっと3点取られても4点取るとか、もう打ち合いするチームだったじゃないですか。それがいいんだな。うん、まあ確かにそんな感じだもん、その生き方もなんかもう打ち合いの生き方みたいな感じも、もう殴られたら絶対殴り返すみたいな、うん、そんなイメージはあるわ。でそのやっぱりまあセレストでいろいろね、楽しかったけども、まあうまくももちろんいかないこともあり、うんうん、これ契約満了になったわけじゃん、うん、その後さ決まんなかったでしょチーム、うん、どこもオファーなかったの？いや、10月の終わりに、うん、俺足首手術して、うん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 、で、そうか、そっからずっとやってなくて、うん、だから、うん、契約満了になっても、うん、セレッソの U23 の方で、うん、体動かさせてもらいながら、ちょっと病院とかも行かせてもらったりしてて、なるほど、うん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 、でその2月以降ですね、まあ徐々に癒えてきて、うん、まあオファーない中でも、まあ自分で痛みもなくなってきたから、うんうん、まあ自分の中でここでね、やめるわけにもいかなかったし、うんうん、まあやれる自信もあったから、うんうんうん、まあどっかしら引っかかれば絶対結果出すっていう自信もあったから、うん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 、まあ本当に孤独との戦いみたいな感じですかね。おお、うん、だから実際にオファーは来なかったんだ。うん、4月10日ぐらいまでですかね。だってその間さ、そう、これ田中裕介から聞いたんだけど、チームが決まらなくて、今言った孤独との戦いだったんだけど、うん、ずっと一人で練習しながら、さらにそのさっきのお兄さんのミサンガのお兄さんかな、うん、のチームで中学生高校生と一緒に練習したり、うん、うん、中学生ね、うん、中学生と一緒に練習したりしてたし、うん、してましたね。すごいよなそれだけど、やっぱり自分の可能性を信じて、もうやっぱりまだやるんだっていう、うん、まあ可能性とやっぱりあれじゃないですか、それを待っててくれるやっぱ家族もいたから、まあそのまだ選手としてやって、うんうんうん、そのためになんかもう一回花開くところ見せてあげたいなって思いはありましたね。うわー、なるほどね。で、飛び込んできたのがベガルタ仙台復帰。うん。あともう一個あったんですけど。うんうんうん。本当はそこ行こうとして。うんうん。で、もう家族、実家にいたんで、その、うん、自分の家族、両親とかと、うん、まあ、うん、このチーム行くねって話して、うんうんうん、ご飯食べて、ってたら、うん、まあ、うん、代理人から電話来て、うんうん、仙台からもオファーが来たって、でどうする、うん、みたいな、でとりあえず、うん、教科部長俺知ってたんで電話してっ て, って、うん、で監督とも話してみたいになって、うんうん、でまあもう本当仙台はまあ明日の朝までに返事欲しいみたいな、ああ、まあいろいろあるもんな、まあ、うん、でずっと悩んでどうしようかなって本当、うん、最初にくれたチームにも行くって気持ちがもう言ってたんで、うん、そうね、うんうん、でそこからどうしようかなってやっぱ思って、うん、まあ嫁とかにも相談はしたんですけど、うんうん、でまあ最終的に、まあ、仙台にじゃあ戻りますってのは、うん、その朝、うん、伝えましたね、うん、
それはなんで仙台に決めたの、最終的には。まあ、嫁がもう仙台出身なんで、宮城なんで、あ、それで。そこは結構優先したんだ。うん、まあそうっすね。あー、うん、まあけどそうか。で、地元、まあ、ある意味嫁さんの地元で、まあ、子供たちにもサッカーしてる姿を見せたいと。うん、で、ベガルタ仙台復帰は、これはけど仙台のサポーターとしては、ものすげえ迎え入れてくれたんじゃない？そうですね。最初、ベンチに入ったのがフロンターレの試合だったんですけど、うん、戻って、うん。その時はすごかったですね。サポーターの声とか、まあ、その応援っていうのはすごい、聞いた時にはやっぱ鳥肌立ちましたね。あ、うん、だってやっぱりじゃあ仙台からねレッズに行くときって絶対仙台のサポーターとしてはさ、うん、いい気持ちで送り出せないじゃん実際、うん、まあもう本当に極端なのにしたら裏切られたっていうイメージは絶対持つわけで、うんうん、けどそれでもその帰ってきた国をそうやって迎えてくれるっていうのはやっぱりなんだろう、すごいことだよな、もうみんなが。いや嬉しかったですね、やっぱ。いや鳥肌立つわ、うん、で、そんな孤独と戦いながらやってしっかりある意味結果もさやっぱ、うん、まあ国がどう思ってるか分かんないけど俺的にはやっぱ結果もちゃんとついてきたシーズンだったなって思うわけよ。いやまあ、あのメンタルで続けられたってのはやっぱ正直でかかったですね。なるほどね、うん、あ、正直まあ10月の終わりぐらいから4月まで、うん、あのまあチームはあったけど、うん、まあ、約 半年間あの、うん、しっかりした練習っていうのはできなかった中で、うんうんうん、まあでもその中でもやっぱ自分でやってきたっていう自信があったから、うんうんうん、まあもうそこっすよね。そこがブレずにやれたっていうのはでかかったですね。うわー、なるほどな、うん、いやそりゃ俺もそういうイメージないもん正直。国に、いやいや、もう真面目だからサッカーは。もう確かにそれはね、もう確かにそれは浜崎拓馬も言ってた、もうめちゃくちゃストイックって、うん、だけど俺はね正直そのもうなんか出れなかったりしたらもういいや別にっていう俺はタイプなのかなってずっと思ってたから。で昔はありましたよやっぱり。うん、まあでもその中にはやっぱ自分の中で自信もあったからすごい。ああ、そういうことな、納得いかないんだ。うん、うん、あ、絶対結果出してやるって自信もあったし、ああそういうあって、そういう気持ちはありましたけど。なるほどな、そうかそうかそうか、うん、そのまあ2つのタイプいるもんな。そのなんだろう、試合に出れなかったりしたらもうとにかく別に人ちゃんと受け入れてチームをちゃんと盛り上げようっていう選手と、うん、やっぱりその感情をもうむき出しにして、うん、なんで俺使わねえんだよぐらいの選手もやっぱいるじゃん。うん、で多分タマさんもそっち側タイプなんですよね。あ、そうなの。多分気持ち的にはやっぱあの人は天才肌っていうか、うん、まああるじゃないですか。そう天才肌っぽい。うんうん、うん、ああ、じゃあまあじゃあその出るな、その10月から4月までの6ヶ月。うん、いや、じゃあ、6ヶ月ですね。6ヶ月か。うん。はい。は、まあ、じゃあ、今で言ったら、国の中ですんげえ大事な時間だったわけね。うん。まあ、そうっすね。まあ、でも、その中、頑張れたっていうか、まあ、やってきたのは、まあ、本当に、浦和とか行ってた時も、うん、坪さんとか、そういう上の人とかを見てきたから、うん。それもやっぱ、うん、あれですね、頑張れましたね。ああいう人たちを見て、メンバー外になってもすごい練習もしっかりやってるのを見てたし、うん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 、でそういうのをやっぱ見てたから、うん、これ一人でなっても、まあ、自分の中で現役を続けるって気持ちさえぶれなかったから、うん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 、うん、確かに一回もその引退しようって思わなかったの、その時に。いや、思わなかったですね。うわー、うん、すげえな、それ。やっぱり、そういうのは、自信なのかな？自分への自信。自分を信じることってさっき、田中裕介もコメントしてくれたけど、うん、
やっぱ自分を信じれたのが強いのかな。そうですね。まあそこもそうだし、やっぱりなんかこのままじゃ終われないって気持ちがやっぱありましたね。正直、うん、この怪我して手術して、うん、結局手術したけど試合出ないで引退っていう、このままなんか終わるのだけは絶対嫌だなって気持ち、やっぱそれもやっぱ強かったですね。いやそう、俺はね、うん、手術してそのまま試合出れなくて終わった口だから、うん、でももうガクさんはもうボロボロだったじゃないですかあれがもうもう満身創痍すぎてあの、ま、もうどっちだったらもう、ま、タオルもうすぐ投げたかったっすよ、多分周りの人はでも、 もう 俺に対してもタオル投げたかった、うん、もう多分 手術もうさせたくなかったけど、ガクさんの気持ちが上回って手術まで行ったんですよ、多分。なるほどな。多分手術前に、普通だったらもう、いやもう無理だからでタオル投げて、終わってたんですけど、ガクさんの気持ちの強さでオペまで行けたんですよ。なるほど、じゃあ、俺は、俺頑張れたね。じゃあ俺も頑張れ。頑張った。ありがとう、なんか、ありがとうね。ボロボロとか言われちゃってるけど。じゃあさ、俺さ、ずっと来てたけど、もう基本的に俺なんか試合中とか普段とかももうなんか淡々と、ただもうなんかその時々をしっかり楽しみながら淡々とサッカーしてるイメージなんだけど、なんか常に考え、サッカーやってる時とか私生活で考えてることとか大切にしてることってなんかあんの？大切にしてること、なんか自分でこれって決めたら、それをやる、なんか、うん、例えば今日何々やろうって決めて、あーやっぱやめようかなってはしない、うん、もう決めたら絶対、うんうん、なんか自分になんか弱音とか負けないように、なんかもうこれはやるみたいな、やり通す。なるほどな。一度決めたことはもう変えない、うんうん、気持ち的に、うんうん、なんかそれを変えちゃうと、うん、なんか自分が自分じゃなくなる感じがしますね。あ、なんか尾崎豊の歌みたいだな。なんか。いや、けど、そうだわ。多分、ダメって言い方おかしいけど、やっぱり、多くのことをやろうと決めすぎちゃって、うん、結局全てが中途半端になる選手っているじゃん。そういう意味では、今の国が言ったのって、すんげえ大事なことかも。何か一つ決めて一つのことをやるっていうのは、うん、要はそれ、毎日毎日ね、やってたら365日、違うことにアタックできるってことだからさ、うん、きっとそんなこと国は思ってやってないだろうけど。いや、思ってますよ。嘘つけ、うん、あと、小沼先生に、高校の時言われたのが、その 100m 走るんでも、うん、95m で手抜く人と 100m 走りきる、うん、この 5m で、うん、それを積み重ねれば、うん、大きな差が生まれるんだっていうので、うん、俺はその最後の何 m も大事にしてやってきてます。うわー、なるほどね。まさかの国からこんな話を聞くとは思わなかったよ。いやもう、小沼先生、俺、大好きなんで。あ、そうなんだ。やっぱ、だからやっぱりすごいよね。その高校の時の恩師の言葉がいまだに響くって、やっぱそういうことなんだろうな。うん、いや、もう、ま、確かになと思いましたもん。やっぱ、手抜いて、うん、うん。してる選手ってやっぱ、うん、何百人っている中でもやっぱどんどんいなくなっていってきましたし、うん、確かにな、うんうん、やっぱその積み重ねで、ね、たかが5メートルだけど10本やったら50メートルの差出るし、うん、それを1年かけてやったらもう何十キロって差になってくるし、うん、それがやっぱ大事なのかなと。あー、うん、いや、そうか。じゃあそのなんだろう、今のさ若い子とかにさ、そういうことは伝えるの？国はあんまりそういうことしなさそうだけど、まあ、伝えるっていうか、まあ俺言いますよ、手抜くっていうか、あれしてた時には、うん、やっぱ、うん、そういうところに関しては言いますよ。ああ、なるほどな、うん、ああ、いや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 、これはまた今日もこの
最初の30分と後のこの20分の全くのこの違い、展開の、いや、ギャップでしょ。男はギャップ男はギャップね。男はギャップ、うん、男はギャップ。なるほど。まあ確かに緩急ね、もうドリブルそうだもんね、うん、関口国光のドリブルは緩急だもんね、やっぱりね。そう、緩急大事。やっぱガクさんもやっぱ落ち込んでるなと思った時にわーってやるでしょ。自分のうわーってやるでしょ。そういうことやめろよ。なんか俺はお前落ち込んだことがないってことになってんだから。ないか、すいません、うん、俺落ち込まないよ。もうずっと破天荒だ俺、マジ、うん、俺落ち込まない、ずっと破天荒ボロボロだけどね、膝。やめろ、ボロボロって言うもうそれはお前、膝も貯金もボロボロだもん、お前。やかましいよ。うまい。うまくね、うまくね。うまい。うまくね、うまいっていうのが正解じゃないの、今の。じゃあさ、その、なんだろう、国にとって、じゃあ、まあ、もちろん浦和レッズもね、セレッソも、おそらく、うん、セレッソなんかタイトル取ったからさ、だって。うん、そういう意味では、なんかすごい思い入れあると思うけど、まあ、やっぱりそれでも、この仙台っていうチームに対しての思いってすごい強いと思うから、うん、なんかその仙台にた、仙台ってどういうものかな、国にとって仙台っていうチーム、どういうものなのかなって。どうですかね。まあ本当に震災の時もいたチームですし、まあ本当、まあこのチームの地域のみんなというか、本当に希望の光、うんで、あり続けたいなって思いますね。まあ僕個人もそうだし、チームとしても。うん、いやー、素敵ね、本当に。うん、だる、最後ちょっと、なんかやばい話ねえかな、ちょっとぶち込みてえな。こんなんで終わりたくねえな、絆腹立つわ、腹立つわ、一個一個腹立つわ。いやさ、ね、これをこのライブを見てくれてる人にね、今こんなちょっとなんだろう、しんどい時期で、うん、まあ国なんかさっき言ったけど、震災の時もねチームにいていろんな経験してると思うし、いろんな思いがあるから、今この時期をちょっとどう、まあこの時期なの乗り越えようとしてるみんなにちょっとメッセージがあったら。そうですね、まあ本当に今すごいしんどいと思いますし、まあ自粛で、外にもね、あまり出られないし、テレビをつければ、まあコロナのニュースしかやってないっていう状況ですけど、うんうん、まあ本当にここを乗り越えてね、うん、また笑顔で、スタジアムで会いたいなと思います。皆さん頑張りましょう。素敵だよ。おい。じゃあ、絆、いや、もうそういうとこよ。やめとけよ、今。すいません。じゃあ、最後に俺からの質問。はい、なんかあったんすか、大熊さんと、なんかあったんすか。なんもないですよ。いや、切れてない、切れてないんだよ。ああ腹立つわ。はい、じゃあこれね、いつものお決まりのやつなんですけども、タモリさんになりまして、友達を紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、この T シャツ、わかります？ヨレヨレのなんか汚い古着。違う。え？おー。オーストラリアのスーパースターが作った T シャツだ、これ。え？そうなの？この T シャツ？これそう。オーストラリアのスーパースター。オーストラリアのケイヒル？ケイヒル？あ、ケイヒル繋いじゃおうかな。ケイヒル来るの？え、ケイヒルは、ケイヒルは無理よ。営業できない、こっちが。喋れない。何も喋れなくて1時間終わるっていう。地獄ね。そう。一応ね。オーストラリアといえばだな、じゃあ。お尻でっかいんだけど。お尻でっかいさんね。うん、お尻でっかいさん。お尻でっかいさん。パツンパツンのサーファーですよ、もう。パツンパツンのサーファー。サーファー紹介されるんだ。なるほど。雄三ですね。はい。あ、よかった、今。田代さん。びっくりした、今、林圭介とかわけわからんこと言われたらどうしようって。よかった、雄三ね。田代さん。OK。じゃあ、田代さんお願いしますよ、これ。いや、田代さん多分出たかったと思うんだ。ずっとコメントもしてくれてたし。出たがりですからね。
でも大丈夫です、オーストラリア時差大丈夫ですよこれ。いや時差とか関係ないでしょ、もうそれなんか嫌だったらまた玉田さんに言わすもん俺黙って出ろって言ってもらう。ずるいね、ずるいまあだけど俺ね、これもし雄三が見てたら雄三に言いたい、明日絶対お尻から登場するのだけはやめてくれと。で俺も言いたい、あのもうお尻に落書きして絶対出てこないでくださいこんなこと言ってるから出たくねえって言われるんだよ。オッケー、ありがとう、今日クニ出てくれて、はい、マジで、はい、ありがとうございました、はい、最高だったよ。いや楽しかったです、もう楽しかった、だから発信してよ、うん、こうやってクニからも。そうですね、うん、ぜひぜひ、はい、軽いな、最後の頑張ります、めちゃくちゃ軽い、最後いいですか、絆だろうな、だろうな、だろうな。はい、今日のゲスト、ベガッタ仙台、国光選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。これ、バツを押したら出れるから。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう。はい、皆さんお疲れ様でした。ねえ、明るく元気なやんちゃ坊主。けど、いやあんな思いね秘めてるとは、いや思わなかったよね。俺もなんかちょっと反省しましたわ。やっぱり人は見かけじゃないなっていうのを反省したな。いやごめんなさい皆さん、ちょっと質問とかね答える時間なかったんですけども、なんだろう、俺がちょっとテンション上がっちゃって最後の方は聞きたいことばっか聞いてたんですけどもね、絆ってずっとね言ってたけども、本当に多分彼はね、絆ってっていう意味、絆っていう言葉の大切さってすごいわかると思うし、まあ、震災もね、もちろん乗り越えて、まあ、まだまだですけども、うん、っていうのも体験してるんで、もうあいつの言葉にはね、実際重みがあったなって俺は思うし、ちょっとなんか感動しました。こんな時期だからこそね、皆さん、本当に絆っていうのをね、大事にして、みんなでね、言いましょうよ。絆って。言ってやりましょうよみんなでね。いやー関口本当に良かった。そして明日は皆さんお尻雄三、いや田代雄三です。皆さんねぜひ楽しみにしていてください。よし、それでは最後これで締めましょう。絆、皆さん明日も見てくれるかな。お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこち学童も。お休みの前はウキウキウォッチン、あちこちそちこち学童も。ディディッ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 ドーン。